どうも、セブンオーダーの真田優馬です。いつもお世話になっております。安井健太郎です。よろしくお願いします。はい、笑顔と勇気が友達の森田ルートです。普段はこういう子じゃないんですけど、いつも長妻レオって子がやるポジションなので、一グループに一人はこういう最近そういう考え方ね。そうだよね。普段ここで何が必要なの。空を見上げ傘を差す泣くんじゃないの神様だ飲まないのも光見せてくれ背の根奏でよう愛と秩序を固く結んでたやすいことさ僕らならまた歩けるよ雨が始まりの合図めちゃめちゃ嬉しかったん ですけど誕生日に曲をプレゼントしてもらうっていう経験って多分なかなかできないと思うので、本当幸せだなっていう気持ちでした。でまさかそれがシングルになるともあれだったんで、もうただただ恐縮ですっていう気持ちです。もともと諸星が2週間前に僕のところに来て、安井の誕生日のそこで誕生日プレゼントで曲をプレゼントしたいから作ってくれって言われて、でそこから2週間で作って、で作詞はじゃあみんなでやろうっつって、うん、もう他の6人メンバーでやってプレゼントしたって感じの経緯ですね。みんな自分たちが思うその安井健太郎に対して思ってることとかをこう歌詞に入れてるところがあるんで、やっぱその自分のなんか勝手な思い入れがあります。でそこは多分諸星が本編で歌ってんのかな。そうだね、曲そうね、中だと歌ってるので、なんかそういうところもこう自分が歌うっていうよりもそれをモロが歌ってくれてることによってすごいなんかなんていうんですかね、そのちゃんと手放せてるというか、自分がこう歌っちゃうとまた安に対しての思いだけになっちゃう、それをこう曲としてモロが歌ってくれてるのもすごいなんかいいつながりだなと思います。泣きました。いや泣いてない。泣いてはない。ギリギリな感じでした。ギリギリでしたね。珍しいな。回ってなかったらちょっとヤバかったかもしれない。たやすいとか言葉遊びが入ってるんですよ。安いって入ってたりとか、それはもう本当に僕だけのものなんで。たやすいはさんざん考えてる。安いです。ちょっとそういう言葉はすればまあそういうことするんですよね。この質問あんまりここを掘られるとすごいカップルみたいになっちゃう。嫌だね。なんか愛情深いみたいな感じに言われちゃうと、カップルあんま掘り下げないでほしい。掘り下げない。恥ずかしくて申し訳ない、申し訳ない。でも雨男だと思ってるんで、僕は個人的になので、雨が始まりの合図っていうのが先に決まって、でそこから逆算して歌詞を作っていったMV を撮って最後のシーンで全員これで撮影一緒にする7人で撮影は終わりですって時に雨降ったんですよ。それ言った時に、あ、本当にすごいなと思って。武道館の入りの日もそうだったしね。入りの日もそうだった。いや前日とか本番直前とかにやっぱこうバーって降って、本番中にやっぱパッと晴れて、始まって晴れて最後はみんな晴れの中帰ってくるみたいな、なんか結構本当にどのライブでもあるんで、ほぼ神話ですね。神話ただ僕だけじゃないっていうのは痛いです、マジで。僕がいない時も降ってるからねっていう。そうね、なんか何人かいるんだろうなって、セボーダーにはきっと、いやもう降りた。いやここ2人っすよ。マジで降りた。森田くん、長妻くん。森田くん、長妻くんは安井くん、森田くん、長妻くんはもう犯人です。ここら辺はちょっと、ね、絶対にあ、うんみたいな存在です。神に近いし、ああ向こうの作家神がね、いるから。そうそう、神の真ん中に僕らが支えてる感じです。さまさまさま、いやめちゃくちゃ嬉しかったですね。聞いてた世代ですし、僕ビバロックですね。俺、一心伝心が好きです。じゃあ、はい、ハニーですかね。まさか繋がれるとは思わなかったですね。写真、オレンジレンジ限界だよ君の中とろけてく思考停止を命じるキス見つめ合いさなり合う後付けも脱がされて濡れたハートの舌触り魔法をかけてさまさま
マ様。オレンジレンジさんってこうローとミッドとハイでこう何て言うんですか、うん、その個性に合わせた三世を作るじゃないですか、うんうん、俺らもねボーカルチーム3人いるからやってみようって言ってやったぐらいですか。トライさせてもらったりとかしましたね。なんか三世初めての試みなのでライブとかでやるのすごい楽しみだなっていうのありつつ、うん、三々で海行く車あわよくばこうあの CD とか入れるタイプの車で行ってほしい。あーいいねあの冷房ないやつ。俺想像してたカセットテープぐらいのほんと昔のやつ。冷房ないやつ。 CD 入れるタイプ。行きの車とかはめちゃくちゃ上がりそう、うん、目的地着く直前とか男2の江ノ電とか逆にね、逆にね、よし行こうっていう、頑張ろうっていう、あのナンパ頑張ろうね、あの楽園へね、そう前に遊びに行こうし頑張ろうぜっていう時に聞いてほしいです。あ、キャンプ、ああいいじゃない。なんか行ったことちっちゃい頃あるんですけど、なんか今結構流行ってるじゃないですか。であとサウナ好きなんでテントサウナみたいなのもあるし。だからなんかキャンプ行ってテントサウナ行って川って泳ぐみたいなのをちょっとやりたいな。スイカ割りとかしたいですね。でも確かになんかあんまやんないんで。スイカ割りって言えそれこそね一回行ったじゃん、行ったじゃんキャンプ。川か、このメンバーで川だ。そう一回キャンプ行ったことあるんですよ川で。あ行きましたね。スイカ割りした夏のメンバーですけど、ね、あのサーフィンしたいです。ああサーフィン、サーフィン、サーフィンずっとやってたんで、でもなんか黒くなっちゃうんでやめようと思ってたんですけど、今年の夏はちょっと、まあそのね、ディスタンス保ちながらできるのであれば、一回だけモロコして行ったことあるんですよ。モロと。でも俺の方がやっぱ乗れるんで、すっげえもうあの、なんか、イライラしてた。一回俺とミュートダウン行ったことあるの？ある。どこで乗ったの？ハワイ。こじゃれてんな。日本で乗れん、日本で。アラが帰ってこなかった。俺、アラは本当に心配になって。いないんだよね。どこにもいなくて。やばいと思ったら、あの砂浜で寝てた。最中何も食べてなかったから気持ち悪くなっちゃう。いいね、カリカリのまま。雨はもっとこう爽やかな青春なイメージがありながら、サマー様様はもっとこうはっちゃけたノリノリ曲になっていて、中高生の方はこう雨が始まりライブを過ごしながら、大学生からサマー様様みたいな気持ちになってもらうから、またそれはそれで面白いのかなと思って、ぜひ聴いてください。今年はセブオーダー入社修行ツアーであのお邪魔させていただく土地もありますので、あのぜひね、あのもし機会があれば来てもらえれば幸いです。夏曲をセブオーダーらしい解釈と、また新しいオレンジレンジさんという色を取り込んだセブオーダーの楽曲2曲、雨でも晴れでも楽しめる夏にセブオーダーとしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。あ、面白い。雨だよ。